持ち株会社とは他の株式会社を支配する目的でその会社の株式を保有する会社を指すホールディングカンパニーとも呼ぶ他の株式会社の株式を多数保有することによってその会社の事業活動を支配することを事業としている会社である本業を行う一方で他の会社を支配する者を事業持ち株会社他の会社の支配を本業とする者を 純粋持ち株会社と呼ぶ。ただし、いずれも法令で定義された用語ではない可能性が高いが、一般に持ち株会社といったときは後者を指す。口述の抜け殻方式で持ち株会社化したときに、ほんの一部でも事業が残っている。残さざるを得ない場合は、純粋持ち株会社と呼ばないことがある。日本において持ち株会社の社名では以下の語が用いられることがある。 上記の覚悟のいずれも含まれない社名を持つ、持ち株会社も存在する。例、イオン、キッコーマン。いずれも持ち株会社。出典、M&A 研究所ポータル、持ち株会社のメリットとデメリット。日本では、持ち株会社の定義は、会社法にはなく指摘独占の禁止及び、公正取引の確保に関する法律、独占禁止法、以下、独禁法にある。 独禁法第9条第4項では、子会社の株式の取得価格、最終の貸借対象表において、別に付した価格があるときは、その価格の合計額の、当該会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超える社を、持ち株会社と定義している。日本では、戦前の財閥本社が、純粋持ち株会社の形態をとっていた。しかし、戦後に制定された。 過度経済力集中排除法によって財閥解体が行われ、また、独禁法によって持ち株会社たる会社の設立及び既存の会社の持ち株会社化が禁止された。その後、金融ビッグバンの一環で1997年に同法改正によって純粋持ち株会社が解禁された。解禁後の第一号は、同年に株式会社神戸セントラル開発が称号を、 変更し、純粋持ち株会社となった、株式会社大英ホールディングコーポレーションである。その後、同社は大英グループの経営悪化により2001年に解散。上場会社においては、1999年に、ヤマト証券株式会社が称号を変更し、純粋持ち株会社となった、株式会社大和証券グループ本社が第一号である。近年は、 二社以上の経営統合において、共同で持ち株会社を設立して両社がその子会社となった、後に合併などの再編を行う事例が多くなっている。また、持ち株会社が子会社、株式移転方式では、旧親会社が持ち株会社を合併して、事業会社に戻す事例も出ている。持ち株会社を創設する方法には、株式移動方式と抜け殻方式がある。 株式移動方式とは既存の事業会社の事業を継続させたまま、その株主の保有する株式を持ち株会社となる上位会社の株式に移動させることで各事業会社を参加に収める方法である。株式移転や株式交換が代表例であるが既存の事業会社の株主による株式の現物出資、株式公開買い付けによる方法もこれに含まれる。 持ち株会社となる完全、親会社を株式移転によって新規に設立するものである。複数の会社による株式移転は合併代替方式とも呼ばれる。主な例は株式会社、バンダイナムコホールディングス、セガサミーホールディングス株式会社、株式会社テレビ、東京ホールディングスなど。この場合、5会社株式は旧親会社が保有したままなので、 必要に応じて、旧親会社の会社分割か、株式上渡の手続きをとって子会社管理事業を承継することがある。既存の会社を株式交換によって完全、親会社に仕立て上げるものである。これを採用して、持ち株会社体制に移行したものは、株式会社水保フィナンシャルグループ、株式会社メルコホールディングス、京林製薬ホールディングス株式会社など、 他、極めて特殊な例では、民事再生法の適用を申請した企業、再生企業が100%減資した上で、既存の会社が新たに再生企業に全額出資したケースもあった。株式会社、そごう及び、系列地域会社12社は100%減資を行い、休眠会社の株式会社1 0号、後のミレニアムリテイリングそごう、西部が、 新たにこれら13社にそれぞれ全額出資、再生13社は、資本親子関係が切れ、10号を完全親会社とする兄弟会社となった。株式会社10号は、その経緯から、受け皿会社と当時表現されたが、持ち株会社そのものである。その他の特殊なケースとしては、国有化状態であった足利銀行の受け皿として、野村グループなどが出資して、 足利ホールディングス、現、目吹き、フィナンシャルグループを設立し、国が保有する足利銀行の全株を足利ホールディングスが引き受ける形で、足利ホールディングスが足利銀行の持ち株会社化したというケースもある。あるいは、ケースホールディングスのように、地域事業会社を子会社化する過程の中で、事業会社のまま、ホールディングスとついたケースもある。直接的には、 気ガスケーズ電気という称号だった当時、電光道を子会社化したことから解消したことによる。抜け殻方式は既存の事業会社が行っている、事業を別会社にすべて移管させた上で、持ち株会社となる方法。事業会社から事業を抜き取り持ち株会社に移行することから、抜け殻方式と呼ばれる。会社分割のほか、事業を現物出資することによる、事業主会社の設立や、 金銭出資により設立した子会社への事業譲渡による方法がこれに含まれる。事業持ち株会社であった会社が事業とグループ統括を切り離す際によく用いられる。日本電信電話株式会社、成功ーホールディングス株式会社、日本テレビホールディングス株式会社、株式会社東京放送ホールディングス、株式会社フジメディアホールディングス、 イオン株式会社などが採用している。純粋持ち株会社のみを挙げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。